整備不足のポンコツだけど見た目はかっこいい機体、ガンタンク R44。 ガンタンク R44 ってそんな弱いの？これとどっちが強いんだろう？弱いというか整備不良のポンコツってイメージ。博物館に飾られてた代物だし本当は強いとか言われても困る。劇中でも3人近くで操縦していたし、とても優れているとは言えない代物だろう。プラモではせいぜい20年前の失敗作だけど、ハゲのニュアンスではゼータ時代あたりのポンコツだったぽい。ポンコツには違いないのか。役割は序盤のつかみと緊張させるための負のジェットコースターだし、そもそも実戦投入されたことなかったのでは。メタルギアレックスっぽい頭部してて無駄にかっこいい強化型。ガトリングアーマーのモデルだと最近気づいた、コクピット付近に発煙弾がある設定も同じだし、100分の1でも従来 F90、F91 世代以前の144分の1よりちっちゃい。ただちっちゃいけど、キットのカラフルさやスタイルや稼働具合とか、600円にしとくには惜しいくらいの良い出来。プラモの出来は良かったよな。普通に分度土変形ロボプラモとしてお子様におすすめできる。劇中の扱いに反してプラモの出来は最上級。プラモの箱へ。後ろにテンプファン飾られてるのはラン、少数しか作られてないはずなのに。博物館だから珍しい MS があっても普通。入手に際して結構無茶はしたんだろうなと。ちなみにガンタンク R44 も試作機みたいなものなので、レアといえばレア R44 はロイが44歳の時に入手したからの。入手前はただ単にガンタンク名義だったのか。こいつ見た目これだけど、コンセプトは支援メカの G メカの小型化らしいから、ガンタンクの系譜と全然関係ないんだぜ。タンクモードではケツを支える後部キャタピラ、 MS モードだと腰の接続部を軸に背中側に収まる。左右の胸にいる人って何すんだろう。地方専属？コクピット3つもあるんだ。デザインだけなら全 MS の中でも上位。しかも戦車に変形するから勇ましさポイントも無駄に高い。変形シーンが最高にかっこいいんだけど、これは規約なのよね。逃げるのに使ったのでは規約でもないけど、車のような足役。テレビシリーズだったら3話くらいこれで戦ってたのかな。 F91 で戦ってるところから初めて2話から階層に入らないと。ガンタンクがかっこよくなりすぎて違和感。 PR なのに結構遊べたやつ。かっこいいのに元祖や BP にならなかったのは残念。Gアームズのコンテナセットのおまけ扱いだけど、ちゃんと変形する。戦闘チームセットだけ持ってたわ、懐かしい。クソかっこいいぜ。この時頭引っ込めたタンクモードなの最近気づいた。一応 F91 と G キャノンとガンタンク R44 で V 作戦のオマージュになってたんだろうな。 V 作戦に寄せたデザイン用意したけど、おハゲの運用は全然違ったってところか。デザイン初めて見た時は子供心に、初代ガンダムのガンタンクみたいに F91 と一緒に戦うんだろうなって思ってた。
事前にガンタンクと G キャノンがおるのを見たから V 作戦復活かと思ったらそうでもなかった。44歳の時博物館が入手したから R44。 じゃあ正式名称は？不明だし下手すると正式な名称や形式のない試作品の一品品かもしれない。ロトのプロトタイプなんかな。サナリーの小型化低床が102年からだし無関係だろ。それ以前からの試し作品らしいが曖昧なんだよね。ロトとの関連もどちらがより試作品で前なのかもわからないし、解釈しようによっては MS の技術を混ぜた戦車とも言えるしな。トリコロールカラーだからか妙にヒロイックなんだよな。もともとのカラーがそうなのかもしれないが、塗装もしてないところから寄せ集めの部品で回収したお気に入りだから自分でかっちょいいトリコロールに塗装した説を押す。多分こいつが好きだからってのもあるんだろうけど、ザウートも好き。タンク人型ロボはロマンよね。現実でもできそう感があるし。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。